福岡ソフトバンクホークス対横浜 DeNA ベイスターズのゲームを、打順は5番阿部。ホークスこの回3点を入れています。さあ先制に成功、なおも追加点のチャンスを迎えています。まあこのままここもしっかりつないで得点に結びつけてほしいですね。打ちました。これはどうだ。一二塁間を破る。チャンスを広げていきます。ノーアウトランナー三塁一塁。3番バッター松田。まあ大きく差が開いてますけど、どんどん点を取りに行く姿勢でいってほしいですね。初球打ち、さあどうだ。レフトライナー掴んで、これで2アウトです。2アウトランナー2塁となりました。バッターボックスは3番松田。先ほどの打席はレフトフライに倒れています。2アウトになっています。さあ勝利まであとワンアウトとなりました。まあそうですね、最後きっちり締めてもらいたいですね。これで3アウト、試合終了になります。ソフトバンク打ちに打ちました。大量リード、大量得点で勝ちました。